皆さんこんにちは、葵ベトナムの本間です。今からみんなの日本語第7課の言葉を始めましょう。切ります、切ります。髪を切ります、髪を切ります。送ります、送ります。メールを送ります、メールを送ります。あげます、あげます。鈴木さんにチョコレートをあげます、鈴木さんにチョコレートをあげます。もらいました、もらいました。ネクタイをもらいました、ネクタイをもらいました。貸します、貸します。友達にお金を貸します、友達にお金を貸します。借りました、借りました。彼女にお金を借りました、彼女にお金を借りました。教えます、教えます。毎週水曜日、日本語を教えます、毎週水曜日、日本語を教えます。習います、習います。料理を習います、料理を習います。かけます、かけます。今晩友達に電話をかけます、今晩友達に電話をかけます。手でハンバーガーを食べます、手でハンバーガーを食べます。箸、箸、箸でうどんを食べます、箸でうどんを食べます。スプーン、スプーン、スプーンでプリンを食べます、スプーンでプリンを食べます。フォーク、フォーク、フォークでパスタを
食べます。フォークでパスタを食べます。ナイフでリンゴを切ります。ハサミで髪を切ります。ハサミで髪を切ります。ファックスで送ります。ファックスで送ります。パソコンで YouTube を見ます。パソコンで YouTube を見ます。パンチはベトナム語で何ですか？パンチはベトナム語で何ですか？ホチキスはベトナム語で何ですか？ホチキスはベトナム語で何ですか？セロテープを買いました。セロテープを買いました。消しゴム。山田さんに消しゴムを借りました。紙はベトナム語で何ですか？紙はベトナム語で何ですか？花。去年の誕生日に花をもらいました。去年の誕生日に花をもらいました。シャツ。母にシャツをもらいました。母にシャツをもらいました。プレゼント。誕生日にプレゼントをもらいました。誕生日にプレゼントをもらいました。荷物。日本に荷物を
送ります。日本に荷物を送ります。お金。家族にお金を送ります。切符。もう切符を買いましたか？クリスマス。クリスマスにケーキをもらいました。父の日に花をあげました。父に花をあげました。母の日に母に花をあげます。母の日に母に花をあげます。お父さん。斉藤さんのお父さんは医者です。お母さん。スーパーで田中さんのお母さんに会いました。もう書きましたか？はい、もう書きました。まだ。いいえ、まだです。これから食べます。素敵ですね。その指輪素敵ですね。ごめんください。
いらっしゃい。どうぞお上がりください。どうぞお上がりください。失礼します。失礼します。いかがですか。いかがですか。コーヒーはいかがですか。コーヒーはいかがですか。いただきます。いただきます。旅行、旅行。これは旅行の写真です。これは旅行の写真です。お土産、お土産。京都のお土産をもらいました。京都のお土産をもらいました。ヨーロッパ、ヨーロッパ。来月ヨーロッパへ行きます。来月ヨーロッパへ行きます。スペイン、スペイン。去年スペインへ行きました。去年スペインへ行きました。問題、問題1。なんでサラダを食べますか。なんでサラダを食べますか。フォークでサラダを食べます。フォークでサラダを食べます。問題2。なんでスープを飲みますか。なんでスープを飲みますか。スプーンでスープを飲みます。スプーンでスープを飲みます。問題3。なんでケーキを食べますか。なんでケーキを食べますか。フォークでケーキを食べます。フォークでケーキを食べます。問題4。なんで映画を見ますか。なんで映画を見ますか。パソコンで映画を見ます。パソコンで映画を見ます。問題5。チョコレートはベトナム語で何ですか。チョコレートはベトナム語で何ですか。
チョコレートはベトナム語でショコラです。チョコレートはベトナム語でショコラです。問題6。牛肉はベトナム語で何ですか？牛肉はベトナム語で何ですか？牛肉はベトナム語でテッバーです。牛肉はベトナム語でテッバーです。問題7。お父さんはベトナム語で何ですか？お父さんはベトナム語で何ですか？お父さんはベトナム語でバーです。お父さんはベトナム語でバーです。問題8。夜はベトナム語で何ですか？夜はベトナム語で何ですか？夜はベトナム語でボイトイです。夜はベトナム語でボイトイです。問題9。クリスマスはベトナム語で何ですか？クリスマスはベトナム語で何ですか？クリスマスはベトナム語でレイヤンスンです。クリスマスはベトナム語でレイヤンスンです。問題10。クリスマスに何をもらいましたか？クリスマスに何をもらいましたか？クリスマスにケーキをもらいました。クリスマスにケーキをもらいました。問題11。誰にもらいましたか？誰にもらいましたか？友達にもらいました。友達にもらいました。問題12。友達が結婚します。何をあげますか？友達が結婚します。何をあげますか？花をあげます。花をあげます。問題13。もう宿題をしましたか？もう宿題をしましたか？はい、もう宿題をしました。
はい、もう宿題をしました。